木星号と、筒子号福祉市福祉バスは、東京都福祉市が運営する、自治体バス。市内在在の交通弱者向けの無料市内、循環バスである。運行は、武州交通工業水保営業所に委託されている。福祉市の行政面積は10.16平方キロメートルだが、その32.6%を、米軍横田基地が占め、 基地を除いた実質的な行政面積は、東京多摩地域26市の中では、狛江市に次いで2番目に小さい。なお市の人口は2018年5月1日現在、福佐市は58,558人、狛江市は82,197人と、福佐市の方がかなり少ない。市内の公共交通は、鉄道網は、運転本数が不十分ながら、 鉄道路線は2社4線、鉄道駅は5駅が存在する。また立川バス、西東京バスによる一般路線バスも存在する。福祉市ではコミュニティバスの導入検討もあったが、調査でも再三面から有料のコミュニティバスの導入は非常に難しいと判断し、従来からある福祉センターの無料送迎バスを拡充する形で2008年5月7日から、 二台二コースによる、市内福祉施設などを循環する、福祉バスの試行運行を開始した。同年10月には時刻変更して、利便性を高めている。二年間の試行運用を経て、2010年4月1日に、本格運行を開始した。現行の複製コース、熊川コースに再編され、新型車両で、ノンステップバスの日の、ポンチョを二台導入した。 本格運行開始日にはバスの奇襲点となる福祉センターで出発式が行われ市長らによるテープカットとバス運転手への花束贈呈が行われた出発式点の様子は西多摩地域の地方新聞西の風新聞でも報道されたバス車両の愛称筒子号木星号はさしの木花にちなむ利用者は 様々な交通弱者が想定されているが、実際には、高齢者が大半を占め、市役所や公共施設の利用だけでなく、通院や買い物など幅広く利用されている。なおこの事業は、防衛省の補助金の活用によって行われている。また、有料でも良いから、誰にでも乗れるコミュニティバスにしてほしいという意見も、根強いとして、 その実現を政策に掲げている市議会議員、政党もある。福佐市内在住で、利用には、市役所、または市内の福祉施設、公共施設での利用登録証の申請が必要。詳細な経路と停留所は、福佐市公式サイト、路線図を参照。福佐コース、熊川コース各コースで、自然体の6割ほどをカバーしている。 残りの4割ほどの半々を、福佐コースが、市の北西端まで、熊川コースが、市の南東端まで担当している。入札見積もり経過庁所福佐市公式サイト、会社概要部集交通工業公式サイト、福佐市の農業の概要福佐市公式サイト横田、基地関連基地の概要面積と所在区域、福佐市公式サイト平成30年の、 人口ふっさし公式サイト平成30年人口と世帯数狛江市公式サイトハット ABC ふっさしの福祉バス2008年5月30日中野区議会議員平山秀明のブログハット ABC 杉山由紀、お姿勢報告2008年活動記録複製し議会議員杉山由紀をホームページ ABCD 杉山由紀。 お姿勢報告2010年活動記録複製紙、議会議員、杉山幸雄ホームページ市の木、市の花、市の鳥エビ路線図。ABCD ガイブリンクの公式サイトを参照2011.0301、複製紙議会ニュース第1回定例議会2011年2月28日、日本共産党、福祉市議会議員。 奥富み一市公式ブログ一般質問原稿3福祉バスを市民誰もが乗れるバスにすることについて2011年3月4日日本共産党福祉市議会議員奥富み一市公式ブログハット ABCD 福祉バスパンフレット福祉社会福祉協議会福祉バスの視察2008年6月9日堀雄一郎福祉市議会議員のホームページ 福祉バスの運行について水穂町コミュニティバスのコースと時刻表をお知らせします。ありがとうございます。